Thank you.
願いします。お願いします。ちょっとめっちゃ緊張してて、私なんかテトラの時とかもここまで緊張してたけど手がプルプルだよほらなんかちょっとリハの時に、なんか練習の時はめっちゃ弾けたし歌えたのに、リハになった瞬間に歌えないし弾けないしカバー間違えるし、もうめっちゃ不安で、本当はね、みんなの顔を見て歌うのが好きだからそうしたいんだけど、ちょっとそこまでの余裕がないっていう感じです、今日は。で、そうですね、せっかく引退だから、なんかそう、みんなの MC を聞いてて、みんなはそんなこと思ってたんだとか、普段仲いい人に言えないことをステージの上だったら言えるから、ライブってそういう意味でもすごくいい機会だなってちょっと思ってたんですけど、そうです、3年生に話そうかなって思ったんですけど、今日はっていうか、私 MC 今日しかないんですけど、2人とせっかく組んだので2人のことを話そうかなと思います。このバンドは、どうやって組んだ、あれどうやって組んだ、若菜が帰ってきた8月の27日の飲みの帰りに、りくちゃんとなぎさんがめっちゃ酔って歩いてる時に、そういえばアンフェアルール組もうって言って組まれました。あ、ですで組んだんですけど、りくちゃんがね、すごい私は待ち望んだ感じですって言ってくれたのが、私はすごく嬉しくて、ちょっと嬉しかったです。で、そうだね、2人は一番アメミ、一番私のアメミの中でも結構そばにいてくれて、で、きなちゃんは強いけど繊細な感じで、みくちゃんは繊細だけど強いなって私は勝手に思ってて、本人以外からの異論はちょっと受け付けないんですけど、すごく2人のことが好きで、私のことを好きでいてくれるのもそうなんですけど、なんかそう、2人はその2人、きのちゃんの空気とみくちゃんの空気があって、私はそれがすごく好きで、あと2人の関係性とかもすごく好きです。昨日とかもテトラめっちゃ良かったし、 LINE くれて、で、LINE で話したのに、キロちゃんとか今日の朝来たら、昨日の LINE めっちゃ嬉しかったですみたいなことをすごく言ってくれたりして、言葉、その文面でも伝えてくれるし、顔を見て伝えてくれるところもすごく好きだなと思います。で、私はそうですね、自分のことが好きじゃないタイプで、自分だけ、一人だけで自分のことを心を保ってられない、好きでいられない仕組みになっているので、きのちゃんとみくちゃんがいてくれるとすごく安定するというか、そうだな、なんかアメミンの2人はアメミンの一部でもあるんですけど、最近はそう、私の中の一部でもあって、2人がいるからちゃんと私を保っていられるなと勝手に思ってます。で、2人もそう、私がただのアメミの、ただのじゃないけど、アメミの一部はアメミの一部じゃなくて、もっと2人の一部になっていけたらいいなって勝手に思っています。はい、で、だからいつもそばにいてくれてありがとう。ありがとう。で、次の曲はきのちゃんが好きな曲なんですけど、私はこの人、これ好きな曲を教えてもらうと、すごくその曲、自分の趣味じゃなくてもすごくその曲を聴くようになって、っていうのも、この人はこの曲のどこが好きなんだろうとか、こ
こんな感じの人だからここに共感してるのかなとか、歌詞じゃないんだったらここの音が好きなのかなとか、そういう今聴いてるかなとか、どんな時に弾くんだろうとか、そういうその人のことを考えられるからすごく好きなんですけど、なので次はきのちゃんの一番アフェアルールの中で一番好きな曲っていうことで、みんなきのちゃんの何どうしてこの曲が好きなんだろうっていうのを考えてもらったら、もっといろんなその自分がその曲に馴染んでいくんじゃないかなと私は思います。で、ちなみにゆくちゃんが好きな曲は1曲目にあった、バカみたいっていう曲です。はい、あで三次生を今2人の話をしたけど、とっても、ね、私年上だし先輩なのにすごい仲良くしてくれて嬉しかったです。ここの引退ライブにも出してもらってありがとうございます。じゃあ次で終わりです。ありがとうございました。